うん、今日さ、そういえば話変わるけど、日村さんがさ、前ね、いいとも出た時にさ、猪木さんに闘魂注入してもらってね、それもしたよ、ビンタされて転んで、いいでーって言って起き上がってきた、そこの日村さんが転んでたとこから葉っぱが出てきたっていう事件があったでしょ。じゃあ大事件だよあれ、ね、意味わかんないんだから、これ葉っぱあること自体が。いいと思うの、アルタでね、まあだから下、ね、まあまあ花とかあるから、そういう葉っぱがどうあるにせよ、まあ、日村さんのそのタイミングで、そう、日村さんが転んだとこが出てきちゃったみたいになったじゃん、うんうん、それでさ、今日さ、うん、途中あれ秋葉原で仕事やってた、秋葉原でやりましたよ。で日村さん前の仕事は先に行って寝てたじゃん。寝てた楽屋で、ちょっと早く入っちゃったから俺、うんうん、で俺ちょっと遅れてから行ってさ、うん、日村さん寝てたじゃん。寝てた。で小山がさ、うん、うん、日村さんのケツのあたりの指さしたわけ、うん、ね、うん、うん、ちょっと見たら、うん、切れた葉っぱが落ちてた。葉っぱなのそれ。寝てたお尻のこの辺に完全に葉っぱ。でもその寝てた楽屋に植物なんかないし、その間のいろんな仕事が、その前にも仕事してたんだけど、そこの間も植物はないよ、ないね、だよね、ない。まあまあちょっと自然な方に行ったけど、撮ってたとこは室内だったし、うんうん、でまた葉っぱですって小山が言って、なんだこれっつって。だから日村さんがタヌキっていう説はあるよね。あるね。俺もすらももう分かってない。自分がもう変化してること分かってない。変化してることももう、俺も分かってない段階で、ドーンつってタヌキになって。そう。頭に葉っぱ乗せてさ、変化つって、後ろにバク転してさ、人間になって。変化つってね、初めのうちは尻尾が残っちゃったり、鼻がタヌキのままだったりしてたら、もうさ、うまいこと人間になってさ、で長老からお前行ってきていいぞ、修行に、人間界に行ってこいって言われて。でそれすらももう日村さん今それ自分がタヌキだったことも忘れてるっていう、ね、だけどちょいちょいなんか気を抜いたりとか何か突発的な緩んだことがあると葉っぱが出てくる。葉っぱだけがペロリロって出てきちゃう。やばいよ。変化って俺、うん、ボンっつってアホみたい。俺変化って言って変化すんの、うん、ボンっつってそういう時で、うん、なんで葉っぱあんのかな。それはわかんない俺。あの学園葉っぱっておかしいでしょ。いや、ないないない、そんな草木の、切れた草の葉っぱの木で。いや、もう全くない。あともう秋葉原だもん。ないよ。なんでだろうな。なんでだろうな。参ったね。参ったね。うん。うん、いいとももびっくりしたしね。うん。うん、ビンタのリアクションは一個もないんだから。もうあの後、葉っぱがなんであんなの方に行っちゃってんの、うんうん。すごいよ、ね。すごいよ。うん、まあまあ、そういうことですけど。まあまあまあ、はい。じゃあ、さよなら。いやいやいや、はい、さよならでいいですか、うん、はい、はい、じゃあねー。